皆さんこんばんは、歴女の主婦あやです。動画2本目です。ですね、右翼さん方がですね、今のこのね皇族皇室の問題を、どう思っているか、はい、占ってみたいと思います。じゃあ、占います。でサラゲサラガラムマサラ、はい、降りてきました。ざっとね右翼さん20人ぐらいね今私に降ろしましたので、ちょっと代弁して語らせていただきますね。どうしてね、右翼さん方が口をつぐんでいるか、全く、何も行動をしないのか、っていうまず疑問がねあるんですよ。皆さんあると思いませんかね。まあ、今までそのまあ、この国民というか今のこの問題が出てきて皇族にね、興味を持ったっていう若者とか、まあ、若者じゃなくてもそういう人ってね、いると思うんですよ。ちょっとは、まあ、私の周りではいないんですけれども、というのは私だけど昔その、まあ、悠仁親王が親王殿下が生まれる前に、その男の子がいなかったから、まあ、それこそ女系天皇女性天皇のね、議論が有識者当時も有識者会議が開催されて話してたんですけれども、その時から私もね、まあ、もともと皇族、皇族は好きというか敬愛してたんですけれども、その問題が起きてからさらにね、調べるようになったんですね。私皇室のことを調べるようになって、もともと興味というかあったんですけれども、まあ、それをきっかけに、女系天皇女性天皇の、ね、その有識者会議をきっかけに皇族のことを調べるようになったみたいな感じで、今回もですね、まあ、いると思うんですよね。いや見たことないですけどね、ネットとかでもねそんな見たこと、ないですけれども、いるんじゃないかなって、思うんですよね。今回のこの騒動でね、いると思うんですよ。で、まあ、右翼さんの代弁をするんですけれども、今いたこで降ろしたんで、もうこういうね YouTube でもネットでもネット特にネットでネット YouTube でこういう皇族のことを語るのってね不敬なんですよ。何回も言ってるんですけれども、ですから、不敬を働かないために、いわゆる右派の人っていうのは何も言わない、お上がなすがままにっていう感じなんですね。お上っていうのは、まあ、神様でもあるっていう概念ですから、まあ、私もそう思ってるんですよ。天皇陛下は神様だと思ってますのでね、神様がやることに我々下々は口を出さない、一切口を出さない、またそういうマスコミなどをそういう情報を流すことによって皇族天皇の品位が下がるって考えてるんですね。でなのでもう我々下々は天皇皇族がなすがままに、で、眞子さま自身も眞子さまも眞子内親王殿下ってね多分言うと思うんですけれども、まあ、右派の方々で礼儀正しいので眞子内親王殿下のことも、まあ、神のね、子孫だって神様の子孫だという考えがありますので、まあ、眞子さまが、まあ、選択されたことなのでそのままっていうね、考えもね、考えなんですよね。私が下ろした右派の方々の考えなんですけれどもね。だからかまあ、天皇陛下はね天皇は神なので、まあ、亡くならないと、まあ、2600年も続いてるので、亡くなることはないと、ほっといてもっていうか、我々がどう手を加えることによってかえって天皇の品位が下がるっていうことをね、私が下ろした右派の
方の意見であります。あとですね、ですからね、まあその下々国民にね情報を与えることによって品位を削ぐ、何回も言ってるんですけど、ですので、あの右派の方って結構ねちょっと、濁したいんですけれども、 T のこともよく思ってないんですよね。私は好きなんですけどね、私は好きです。聞いていたいと思うし学びたいと思ってるんですけど、結構よく思ってないんですよね。だから私は、だからそこはねちょっと右派の方とはちょっと考えがね違うんですね。はい、ということでした。まあ今回は下ろしましたけれども、まあ、私の下ろした右派の方ですので、まあ、全員が全員そうっていうわけではありません。そのね、世間でいう右翼っていうんですか、それこそ偽右翼もいっぱいいるんで ね、ネトウヨさんは、ネトウヨもじゃあちょっとついでに下ろしますね。 元ネトウヨ、今ネトウヨっているのかな、なんかいないよね。そう、下ろしますね。ネサラゲサラガラムマサラ、引退しましたもうサイレントマジョリティになってしまいました、ネトウヨさんはね。ということでした。はい、ありがとうございました。